これから大阪府立大学工学域物質科学系学類の紹介をさせていただきます。私、物質科学系学類長を務めます応用科学課程教授の八木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大阪府立大学は工学域、生命環境科学域、現代システム科学域、地域保健学域の4つの学域からなります。工学域では 科学と技術の融合である工学の教育と研究を通して豊かで持続可能な社会の実現に貢献する人材の育成を目指しています。学びと研究の専門領域に従って電気・電子系、物質化学系、そして機械系の3つの学類によって構成されています。それでは、 物質化学系学類について詳ししく説明します物質学学系学類では原子や分子のレベルで物質の成り立ちについて探求するとともに新しい物質や素材材料を作り出しまたその最適な製造方法を開発するために知識や技術の基盤づくりを行います。物質学学系学類は 世界遺産に登録されたモズ古墳群の一つ二三在古墳のすぐそばにある中モズキャンパス内にあり学生たちは緑豊かな広大なキャンパスで学問と研究に励んでいます物質科学系学類ではどのようなことが学べるのでしょうか物質科学系学類では学びのベースとして社会を豊かにする 新たな物質の創生を掲げており基礎から応用まで科学と物理について幅広い素養を習得するとともに物質創生に関わる専門性の収容を目指します物質化学系学類は物質創生の専門性に従って三つの学びのフィールドが用意されていますすなわち原子 分子の機能や性質を学ぶ応用科学過程科学を基盤とした生産プロセスや生産システムを学ぶ科学工学課程並びに物質や素材を用いて多種多様な材料の創出について学ぶマテリアル工学課程といった3つの過程によって構成され物質科学分野の最先端で活躍するための 実力を養成します次に物質化学系学類のカリキュラムの特色について説明します物質化学系学類では一般教養・基礎学力から高水準の専門知識まで知力・研究能力を着実に育むカリキュラムを編成しています1年次には 学域共通教育が展開され物質科学を学ぶために必要な幅広い教養と基礎学力の習得を目指します。2年次から学生は各家庭に配属され3年次にかけて講義演習実験といった専門科目の履修を通して専門知識の学びを深めます。4年次には 専門教育の総仕上げとして、卒業研究を行い、技術者、研究者としての研究能力を習得します。それでは、各家庭の研究教育について紹介したいと思います。まず、応用科学課程について説明します。応用科学課程では、豊かで持続可能な社会を実現するために必要な、新物質、 新素材の創生を目指していますエネルギー変換環境浄化バイオマテリアルの開発など基礎から最先端に至る幅広い分野において独創性,性にあふれた科学すなわちケミストリーを展開し人類の福祉に貢献しています応用科学過程は分析科学無機化学物理科学 電気化学、物性有機化学、有機機能化学、合成高分子化学、有機合成化学、生体高分子化学、分子認識化学といった10の研究グループで構成されています。代表的な研究例をここに示しますが、電気自動車などへの実用化が期待される全個体二次電池用電極活物質の開発、医薬品や 機能性素材を合成するための新規反応の開発有機 EL ディスプレイに用いられる有機発光体の創出治療薬を患部まで運搬するドラッグデリバリーナノカプセルの開発などが挙げられます。このほかにも新しい化学物質の創出並びに機能開拓と応用について最先端の研究を行っています。 次に化学工学課程について説明します。化学工学課程では実験室で得られた物質を工場で大量生産するために必要な技術について学び研究します。例えば原料をどのように輸送し反応させて目的物質を最大限に回収するかを考えることに始まりどういった規模で 生産すると環境に優しく安価に製造できるかまでを考えます科学工学はものづくりに必要な学問であり科学工業の枠を超えて地球環境や資源エネルギー医療バイオテクノロジーなど幅広い分野の発展に貢献しています科学工学課程には微粒子工学 資源工学装置工学反応工学分離工学材料プロセス工学環境エネルギープロセス工学ナノ科学システム工学といった8つの研究グループがあります新しい物質の発見は便利な社会の形成や人類の幸福に役立ちますがそのためには安価に大量に生産して 人々の手元に届けなければいけません。その時化学工学の出番が来ます。化学工学では工場で原料から製品を作るために必要な輸送、反応、分離、混合などの方法、すなわちプロセスに関する科学を学びます。生産装置の制御方法など、 全体をシステム的に捉えて効率化することによって我々の身近にあるさまざまな製品の生産に化学工学の技術は生かされています。以上のように化学工学は役立つものを環境に負荷をかけることなく効率的に製造することに貢献しています。次にマテリアル工学過程について説明します。 マテリアル工学課程では、マテリアル、すなわち物質と材料に関するあらゆることを学び、研究します。研究の対象となるマテリアルは多岐にわたっており、金属、合金、無機セラミクス、生体材料、ナノ材料、複合材料など、あらゆるマテリアルの研究を行っています。合成、解析、 性能向上に関する研究を行うことで物質を特定の用途を持たないものから機能を有する材料へと進化させることがマテリアル工学課程における共通のゴールですマテリアル工学課程における具体的なカリキュラム科目は大別して三つに分かれます無機化学・材料化学などの化学に関する科目 量子力学、固体物理学などの物理学に関する科目、材料組織学、材料強度学などの工学に関する科目です。これらの科目をバランスよく学んだ上で、マテリアルの結晶構造、電子状態を解明したり、材料合成、プロセスを開発したり、機能を強化し実用化を目指した研究を行います。 ここに、物質科学系学類において、卒業時に取得可能な資格を示します。まず、卒業資格を満たし、本学類の教育目標に掲げる能力を身につけたものに対して、卒業時に、学士工学の学位が授与されます。また、教職課程を履修することによって、中学校を共有、一種免許状理科、 高等学校を共有、一種免許状理科及び工業を取得することができます。さらに、危険物取扱者、講師の受験資格、並びに、毒物、劇物、取扱者の資格が卒業とともに与えられます。次に、卒業後の進路をここに列挙します。これらは、 大学院修了後の進路も含んでいます。物質科学系学類の場合、ほとんどの学生は卒業後に大学院に進学します。学域卒業後または大学院修了後には各家庭で身につけた専門性を生かして技術者研究者として幅広い分野で大活躍しています。具体的に見ていきますと、科学、 製薬、食品関係、自動車、エネルギー関連、電気関連、鉄鋼など、さまざまな分野の企業に技術職、研究職として就職しています。また、地方公務員や国家公務員、学校教員を目指す学生もいます。さらには、大学院博士後期課程を修了し、 博士号を取得した後に、大学教員として研究者の道を歩む学生もいます。最後に、物質科学系学類が求める人材についてお話しさせていただきます。物質科学系学類では、新物質の科学と技術への強い関心を持ち、地球環境と調和した豊かな社会の発展に貢献する熱意がある人、 論理的な思考力と豊かな創造力の獲得を目指し勉学意欲に溢れている人高い倫理観と国際的視野を持って社会貢献を目指している人そのような活力に溢れた人材を求めております以上工学域物質化計学類を紹介させていただきました最後までご視聴いただきありがとうございました